ゃあいきますか。はい、歴代人気デッキスタンド部門第1位、うん、こちらです。あMTG 総選挙デッキ部門。はい、というわけでおしゃれさまストピオスカです。ハレルヤメディアの一徹です。ハレルヤの杉です。ハレルヤの大臣です。先日ですね、 MTG 総選挙ということで、うん、皆さんが一番好きなカードとかデッキを投票で教えてくださいっていうね、うん、アンケートを取ったんですよ。はい、今回はそこからですね、歴代の人気デッキの投票結果を見ていきたいと思います。うんうん、今回スタンダード、パイオニア、モダン、レガシー4つのフォーマットでそれぞれねアンケートを取ったんで、それをランキングで紹介していきたいと思います。はい、ということでまずはちょっと下からいこうかなと思って。ああ、レガシーっすね。はい、みんなレガシーどうすか。大好きです。なんか好きなデッキというか、まあデルバーっすね。これはラグが好きです。これはもうランクインしてるでしょみたいな。あ、ちなみにデルバは細かい色ごとに秋タイプ分けてるところですよね。ちょこちょこ分けてる。俺の裁量で分けている。じゃあ、私からでいい。カナスレ。カナスレ、ああいいよね。ビーショーなマングースとかみんな好きな。好きなデッキというか、コアなファンがいるデッキといえばニックフィット。おー、ニックフィットね。ニックフィット結構イニシアチブ好きですね。まあいい、イニシアチブ。まあ、レガシーは結構なんか長年使ってる人が多いから、うん、なんか長年あるデッキがなんか上に来そうな感じがしますけど、うん、そうだね。早速ちょっと見ていこうかな。今回は、はいはい、レガシーはですね、1位から20位まで発表していきたいと思います。はい、なんなら20個まで空きタイプあるんだね。まあでも過去に存在したデッキもあるんですけど、奇跡とか。そうそうそう。うん、ということで、はい、早速ね、歴代人気デッキレガシー部門、はい、20位から発表していきましょう。はい、はい、20位、何でしょう。何だと思いますか。20位っても全然分かんないけど。20位っても正直分かんないけど。1位とかだったら分かるけど。2位とか3位とか。ダークテープス。ダークテープス。正解はザ・スパイ。あ、スパイ。あ、スパイ。20位なんですね。ザ・スパイといえばね、土地がない。確かにね。土地がね、めくれるまで、で、ずんどん自分のデッキ掘っていってっていうカードがあるんだけど、土地の枚数を0枚にすることによって、一気にライブラリがなくなって、で、多数の選択肢とかで勝つみたいなデッキ。前回のね、わけでさ、両面土地が出てきてから、一気になんか、本物になってきたみたいな感じあるよね。なんかスパイってどっちかって俺の感覚だと、マナレスブレッジの延長戦みたいな、うん、最初イメージがあって、そう、なんかついにマナレスじゃなくて全然マナアルドレッジみたいな。そう、さあ一個ずつ紹介していきたいところなんですが、これ今回この動画だけでレガシーからスタンダードまで行きたいんで、一気にちょっと15位まで行きたいと。16位まで。16位。はい。わあ。16位マンホーク、17位赤タンプリズン、18位ドレッジ、19位トゥエルブポストということで。なんかドレッジはスパイに近いなと思ったんだけどね。この辺なんか根強いファンのデッキ。そうですね。好きな人はずっと使ってるみたいな。ハンドリ低くない？なんかでも最近あとかイニシアチブとちょっとね枝分かれしたりとかしてるし。ああ、確かに。赤タンプリズンはなんかそれっぽいデッキとずれてこの形になっちゃった気が。確かにワンフォーカーもずっと人気やな。ずっとね。一手さん12ポストどうなんですか。友達に勧められたこともあるんですけど、そんなに好きじゃなかったです。ダメなんか、その僕は無色のカード好きなんですけど、やっぱアーティファクトが好きなんだなって改めて思いました。じゃあ続いていきましょう。はい、もう11位から15位までいっちゃいます。で、おこれね、なんかすげえ悩んだのが青黒リアニメートと黒タンリアニメートを分けるかっていうのが。でもね、動きは全然違うんだよ。まあそうだね、全然違う。カウントあるかどうか話全然違うから。黒タンと赤黒は結構近いですけど、イメージは。黒タンはなんか前を見ないみたいな、グリセルシュートっぽさ。そうだね。なんかグリセルブランドつっていっぱいドローして、そっから蜘蛛の触手を使って勝つみたいなのが多くて、青黒リアニメートはなんかでっかいのを出すんだけど、それをカウンターで守ったり、まあ、リアニメートっていうそのプラン自体をカウンターで守ったりっていうね、でちょっと違うかなと思って、ここはちょっと分かります。まあ、黒タンは思考限り対象自分とかでやるから、ね、なんかリアニメートだけで2つ入ってるってのもすごい、すごい。エイトキャストですか。エイトキャスト意外と低いね。まあ、最近ちょっと多くにあえたわ。思考の監視者とかカメとかが出てきてから結構ちょこちょこ見るようになって、最近レガシー始めた人が好きなイメージかな。全体的にレガシーの中で安くて、かなりなんか組みにくい中の組みやすさがあった、うんうん、そうなんだ。まあウィルも使うし、いっぱい引くし、マナーごまかすしみたいな、チャイスもあるからね。レガシーっぽさは詰まった。そうそうそう、うん、じゃあ早速もう1位から10位いっちゃいますか。はい、レガシー部門第10位エルフです。ああ、これ刺激って感じ。まあレガシーならではって感じもします。そうだね、レガシーのエルフやっぱなんか必殺技がいっぱいあって、うん、まあ買いまみれ時点これモダンで使えないし、うん、ガイアの溶乱の地とかも使えない、うん、あとはね自然の秩序とかね、うん、そうね、まさにレガシーかできない。あのちょっとだけあのエルフ系のエピソードだと、たまにカードの値段を調べるためにハレリアの勝ってるリストトップラ、うん、トップみたいなの見るんですよ、シェア率みたいな、うんうん、そうするとたまにあのエルフが 30% とか 20% みたいになってて、エルフって今結構流行ってるんだと思ってピッて押すと高野刺激、高野刺激、高野刺激。そうそうそう、出てくる。そう、使用率おかしいぞ。そう、勝ってる率が高いだけで一人しか使ってない。なんか本人の話したら任せてよ、この1位にするから。1位の使用率。
あんまり当てにならんって。しげきさんが強いだけの可能性あるまあそれはね、あの本人がエルフ好きすぎるだけ、うん、まあエルフを選んだ人に分かるね、うん、エルフデッキを作りたくてマジックを始めた、これがもうマジック始めるきっかけになっている人もいるぐらい、うん、独特な武器をするね。そうエルフはね、やっぱそうだね、すごい一気になんかその口茶がふわって出るみたいな。中にはスタンダードエルフ好き、パイオニアエルフ好き、モダンエルフ、レガシーエルフって、もう全部エルフ好きみたいな、あの部族好きな人はやっぱそうなりがちだね、うんうん、まあ、コンボでもビートダウンでも勝ち筋があって付属デッキ最強だからっていう、ね、理由で挙げてる人もいらっしゃいます、ね、第9位はいトチさんです。あランズ、ランズ、これもレガシーっぽいっすよね。いやなんかそのね、本当に特殊な武器をするこのデッキ。そうだね、土地でコントロールできるなんてね。トチさんですさ、最初マジック始めた時えどうやって勝つの、土地ってバラすだけじゃん。そう、俺もそうなんだよ、うん、何なんだろうと思って意外と勝つんだよな、うん、土地だけで勝ち取るなんて技術点が高いっていうね、うん、感想を持っている人も嬉しい。でもランズ最近マジ玉袋高すぎたでしょうね。そうだね、そしたらもう好きな人の中でも玉袋以外は安いですみたいな始めやすいですみたいな。いやそんなことないけどね、だって木材とか高いけど、木材とかデュアラも使うんだけど、うん、このカードこのデッキあの連絡あった時がすごかった気がする。あ、うん、前世紀だね、ランズの。であとね、まあそしたらやっぱこれだけプールが広いとこんなこともできるんだっていう MTG の可能性を示し続けているデッキっていうのを選んでいく人がいらっしゃいますね。はい、続いて8位はアントです。あー、まあね、これが出る頃にはもう出てるんですかね。出てないです。あ、出てないですか。ですね、まあ言っちゃうんですけど、はい、今後ハレトークアント編出ます、うん、あーいいね。やってなかったからこの順位かもしれないね。そのね、あーやってたらね、もっと上がってるかもしれない可能性あるな、うん、いやアントはね、俺もレガシー始まった頃はアントから始まったんですよ、うんうん、あの時はね、LED がまだ安くてデッキ組むのがね、安かったからね。あんとね、その選んだ人の中でレガシーやってないんだけど見ててめっちゃ楽しいって人、かっこいいんだよね。ヤスさんが使ってたのを見てめっちゃ美しいと感動しましたっていう、ね、そのやっぱやってないけどやっぱレガシーと言ってたらこれだねっていうふうに選んでる人が多い。これ一人回し剥がれますからね、永遠に一人回しできるっていう。いや本当にそうなんだ、かっこいい、かっこいいって意見めっちゃ多いやんと。いやそうなんだ、あの名前もね、全部組むやつ ANT。そうね、なんかたくさんのカードを使うって感じがまたねかっこいいですよね、うん、いろんな役で持ったカードが、うん、さあ続いてレガシー部門第7位、第7位はペインターです。おー意外と意外と高いね、でもアントより人気あるんだ、うん、いやでもねこれなんか根強いファンやっぱ多いよペインター。まあ確かに、最近本当に昔からね、最近こそなんかそのいろんなアーティファクト強化ですごい結構メジャーなデッキになったけど、うんうん、いやそうなんだ、こいつも下積み期間長いから、うん、カンパワーが溢れてて、なんか劇場とか、うん、あのキージクのグーワーとかさ、うん、なんかコンボにそらやすくていいカードいっぱい増えてるし、うん、サーバーとかもすごかった、うん、まあこれ選んだ人のコメントで言うと2枚揃えば相手を即殺させられる強さと手掛けの召使いの効果を利用した脱法パイロ、脱法パイロ、脱法パイロ、まあまあそうです、ね、そう相手が赤じゃなくても手掛けの召使いで青で全員青にしちゃうと、あのグレー派とかが全部カウンターにもなるし、何でも悪い除去にもなるしって最強カードになる。土地も悪いからやばすぎる。やっぱそこがペインターのね面白いところだよね。確かに確かに。さあ続いて第6位、第6位、デン、オムニテです。あオムニテです。じゃあショーテルと分けてるんだ。ショーテルと分けてる。ショーテルと分けて分かれてます、うん、まあ6位、まあこれちょっとね、うん、まあ賛否あるところだと思うんだけど、まあのね、アンクタイムありすぎて難しいんだわ。ちょっと申し訳ないけど分けさせてもらいましたということで、うん、オムニテルといえば全長で実物提示教育で出して、うん、クリーチャーじゃないルートで勝ったりする、うん、そうだね。とかエムラクールを唱えることによって追加唱えて、うん、そのまま勝ち切る、うん、ショーテルってなんか一旦なんか猶予がある感じであるんだけど、うんうん、まあ、オムニテルもその単純に勝つっていうところがね、やっぱすごいことかなって思いますね。だからオムニテルみんななんか思い出ある、夏の帳そのとばりオムニテルはあれじゃないですか、日本の GP あれどこだったっけ、場所忘れた、2015京都、京都か、京都の時、あ、いや山本源太郎さんだっけ、山県はね、商店の方だった、千葉で買った、原根さんと安さんの対戦は原根安さんのミラーは結構ね、すごく面白かった、ね、なんかあれによって、その原根さんってもともと遊戯王とか、うん、ディメンジョンゼロですごく活躍されてて、うん、そこですごい人気だったんだけど、うん、これによってマジックもすごい強いんだ、ね、そうなんですよね、マジック界その名を轟かせたっていう、なんか安さんとその日本最強の選手と渡り合って、うん、勝ったんだけど、原根さんが、うん、ところがすごい印象的で、いやそう象徴する対戦だったよね。マジでそうですね、原根選手対安田さんの一騎打ちの記憶が薄れません、うん、カバレージを何度も読みました。あれ確かさ、オムニだけ残してエムラに殴られるんだけど、ランド全部飛ばしてオムニだけ残してみたいな、うん、ゲームをずっとしてたことだけど、あそうそうそう、うん、そう殴られるんだけど、まあ、まだオムニがあるからね、 そっちがなくても勝てるぞみたいな、なんか諦めない、安めで強 い、 いやそれでもいいね、現実的で当時はね、時を超えた探索とかがあって、ね、あそう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 、あそこで仮想者の予定知ったわ、ちゃんと強さを知った。じゃあ残りはトップ5ですけど、トップ5、はい、じゃあ5位いきましょう、レガシー人気第5位、
青白奇跡。ミラクル今でもないデッキが、まあ、ないデッキあるけどない。シャン乗らないかもだって禁止になって、うん、もう相当な大幅の弱体化を受けたんだけども、うん、それでもみんなの記憶には残っている青白奇跡が第5位です。まあ、カトリーヌの凱旋とかで、そうだね、ちょっと戻ってきたり、そうそう、やっぱみんなコマ総裁が好きなんですよね。うん、でも奇跡諦められなくてさ、みんな先ぶれとか使ってる。いやそう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 。占い。いやマジで。あそう占いも使った。占いも使った。いやそうマジでなんかみんな頑張ってるなと思った。うん、でもこの間の現代モダン VS 10年前レガシーめっちゃ面白かったですよ、ね、うんうん、まだ強い、やっぱまだ強いんだみたいな、うん、奇跡は起こすものですとかね、うん、レガシーらしいみたいなところもあって、いやそうだね、総裁がでも強いわ、さすがにちょっと強すぎるわ、うん、ではレガシー第4位ゴジラです。カナスレ、カナスレ、カナスレ、カナディアンスレッシュロード、うん、わざわざね、デルバーじゃなくてカナディアンスレッシュロードと呼ぶ人たち、もう別にスレッシュロード要素1ミリもないなのにカナスレで呼ぶからね。ただこれはもうなんか、うん、その人たちに敬意を表し、ね、分けた、まあ、フォースオービル、タルムゴイフ、稲妻、相手の行動を咎めつつ軽量の呪文で相手を追い詰める、うん、プレイ難度が高い分いつもヒリヒリした戦い、熱い戦いができるのはこいつだけということでね。いや本当にそうだね、うん、実力差が出るデッキで勝てた時俺強えっていう気持ちになれそうですよね、うん、だから実力を証明するできるデッキみたいな感じがあるよね。もうなんか書いてあるじゃないですか。さあ某アイドルのが MTG をする動画で一目惚れをしてこのデッキでレガシーを参入しました、うん、もみ消し、もみ消しですね、目くらまし、石の力で全てをさばいて殴り切る姿がかっこよきます、うん、すぎます。なんか知ってる気がするな。大体ね、そう勝つ時大体手がないんだよね、うん、最後に一押しする時、なんならトップデッキで稲妻引いて勝つのは、うん、すごいなんか計算されたデッキだなみたいな感じがしますね、うん、トップ3だ。さあトップ3いきましょう。第3位青赤デルバです。あ、これはね、完成と明確に違うなと思ってちょっと分けたなっていう、ね、うん、これなんか結構世代分かれそうですけど、青赤デルバは。いやそう、いろんなねパターンがあるね。結構その巡航、時代はあったね。巡航を使ってた時にこれ好きだった人もいるし、うん、多分アルカニクト、戦慄地の秘術師使ってる時にこれ好きだった人もいるし、うん、多分直近だとラガマン反復とか、うん、ラガマンとか反復の時代に好きだった人とか、うん、デルバー入ってない頃の場合もある。まあ、うん、デルバー入った時もある、うん、だからデルバーが抜け出すと よくないみたいな、ね、話をね、主演がしてる、うん、まあ、でもこれもね、かっこいいですよね、これで勝つ人。これもちょっと関して実は近いんだよね、あのデッキが細いんだよね、うん、細くて勝てるんだけど、すごい、うん、これがでもなんかね、やっぱね、その一番やっぱシンプルに基礎なんだよね、うん、そのデルバーの中で、いや、ザ・レガシの感じがするね。レガシ最強のデッキ、なんかクロックカウントダウンで、これを使って、うん、大体そのグリクシスに行ったりとか、うん、そのティムールからいわゆるカナスレみたいな構築に走っていったりとか、まあ、はたまたトリコからあとジェスカイからの青白赤になったりとかみたいな、うんうん、デルバという形態のベースなんだよね、やっぱ赤と青が、うんうん、なんかさ、この面白いのがさ、デルバーデッキでスタンとかもまっすぐなデッキと食べると、スタン勝つってとこもろくない。いや、そうなんだよ、ちょっとね、相手のでかいクリック、レガシーだからこそ勝てるデッキみたいな。いや、本当にそうなんだ。スタン一枚一枚が強くて、うん、結構4マナぐらいのクリーチャー通っちゃうと終わっちゃう。だからウィルデールは、2対1交換、こんなカードしなきゃいけないのかみたいなのがあるんだけど、うん、でも不毛大地も赤タンとかには効かねえとかさ、そう、相手の強度しか効かないからそうとかあったりして、意外となんかスタンダード勝っちゃうみたいなね。さあ、レガシー第2位こちらです。スリーショー、ここなんだ。いや、日本に人気あるんだ。1位ではないんだ、ね、由来だね、うん、だからあれなんですね、結構やっぱオムニよりこっちなんですね、やっぱ、うん、やっぱ2つの軸があるっていうのが、そうだね、実物定住教育で踏み倒して次のターン勝つのもいいし、うん、ね、騙し打ちでそのターン中にいきなりやってきて赤間の軌道で相手を滅ぼすみたいな、エムラクール滅ぼす、エムラクール別に追加ターンもらわなくてもそのまま殴ってきたらパーマネントどっか行くから、メスタスロス15点だからね。そう、まあ、分かりやすくね、やっぱ最強だよねみたいな、エムラやアトラクサみたいなファッティ大好きな人、うん、やっぱ好きかなっていう。しかもその中でも駆け引きがある、あのインチ師の力とか入れられるし、うん、そう、あと自分も青を使うといいからね、うん、超スピードでデカブツ投げつけて勝つ、これほどまでにシンプルかつ美しい勝利はない、うんうん、こういう意見の人多いんじゃないかなと。かわいいですね。そしてレガシー第一、何でしょう。今まで出てこなかった、出てこなかった、多分、うん、でも同じ英語3文字の、おお、うん、英語3文字、英語3文字 CTC 1位こちらです。デス&タックス、あー、D&D だね、うん、デスタック、あー、人気だね、やっぱね、うん、本当に人気。あとデスタックはね、そのやっぱ僕らから見て組みやすかったですね、すごい。そうだね、本当に参入式がすごい。最近ちょっとそうでも なかったんだけど、80枚になって難しくて、昔60枚の時レガシーサイヤスデッキとして強くて、意志の力いらない、うん、リアルランドいらない、フェッチランドいらない、そう、フェッチランドまあ使うか、昔使わない、うん、ぐらいで、まあ蜘蛛大地とリシャードのサポーだけで、これがあれば十分みたいなね感じで、すごい安く組めた。レガシーの中では比較的安く組めたっていうのは、うん、でもレガシーにとって重要なカードは全部入るから、うん、そう、蜘蛛とかカラカスみたいな、あとバイアルを強く使えるからね、うん、
いやなんかさ、兵器の薬瓶が置いてあるだけでこんなにゲーム難しくなるのか。いや本当にそうだね。なんか相手が何もないからとりあえずなんかこっち一気に攻めてみようと思ったらいきなりエンド時に石化しの神秘が出てきて、なんかいきなりオーダー使いが出てきちゃって、うわー逆転されたみたいな。いやそう、巻き返せねえみたいなのよかったりするし、まあここで選んだ人の中には、まあ、多角的に攻められるから、うん、縛りクリーチャーやマストカウンターやマスト除去を誘って嫌な顔を見たいから、あサリア好きっていう人も結構いる。いやそうだね、そうですね。いやこれまでレガシーしか成り立たないデッキだね結局。うん、あと時代によってデッキの中に入ってるメタカードがメタクリーチャーが変わるのも、そうバンバン変わるから面白い。まずデッキ名もかっこいいよね、デッサンタック。デッサンタック、だから色の組み合わせとかじゃなくてさ、なんかいつもイゼット・デルバーとかじゃん、あのエスパーミッドレンジみたいな感じじゃなくて、デス&タックスって色もなんもなくて、でしかもその、ね、あの由来があるじゃん、その死と徴税から徴税から逃れられないみたいなのがあって、デス&タックスのヘイトビアから逃れられないみたいな感じ。あれなんか英語3文字でデッキ名組むのがかっこよくない？ S&T とか D&T とか A&T とか、レガシアそういうなんかおしゃれなデッキ名、ね、いいよね。アーキタイプ存在し続けるからいいな。ということで1位はデス&タックス。はい、あ納得ですね。いいね。続いてモダンいきましょうか。はい、モダンもまたね、いろんなデッキありました。12年いきますか。はい、はい、歴代人気デッキモダン部門第20位クイックシャドウです。ああ、ちょっと落ちたね。これなんかいろんなシャドウで分かれてる説とかありそうだけど、まあどうかなと。モダンが一番メジャーか。トリキシスが一番メジャーだね。ということで16位までパッと見ますか。はい、16位感染、17位リビングエンド、18位エルドラジトロン、19位青赤カカオ。でもリビングエンド低くない？低いですね、低いですね、意外と。昔からずっと存在してたのに、こんな低いんだ。意外とこういう動き好きじゃないのかもしれないね、みんなね。ああ簡単だから。あと墓地対策と、まあ、正面対決する気なんか嫌だね。なんかすごいなんか長い年月かけて少しずつ強化されてるのが多いな。確かに。サイクリングクリーチャー増えたり。リビングエンド昔お手軽に使えてお手軽に安くて強いデッキあったから、ね。そうだね。よくわかんない小物のサイクリングクリーチャーかき集めて謎の属性カード手に入れるとデッキ組めるみたいな。昔本当に安かったね。まあ、さらになんか属性引っかからないそのさ対策の対策カード結構使えるようになったから、それによってなんかね今なんかまさに輝いてるなっていう感じがするね。完成は。もう何年ぐらい見てないんだろうね。でもちょこちょこで話題になってる、やっぱりいつもその下船の教師が増えた時とか話題になってたし、うん、そうだね。じゃあ次もいっちゃいますか。11位から15位でん、あー11位鱗神話、12位青城コントロール、13位青カストーム、14位妖風モスイン、15位ハンマータイム。もしかしてハンマーもっと結構最近のデッキとも結構入ってますね。だとしたらもしかしたらですね、10位以降は昔からのデッキみたいな。そうだよね、割と最近秋タイプがめっちゃ増えるから、うん、最近増えた秋タイプはおじいちゃんたちにもなんか向いてないとか人気がそんなない、うん、じゃあトロンがトップ10に入ってるとこだ、やった。分かんない、エルドラジトロンで終わってるかもしれない。いやそんなことない、そんなことない、そんなことない、絶対ないっす。じゃあそんな気になる1位から10位、はい、第10位エランドムナスです。ああ、フォーシーね。なんかこれは競技勢好きって感じですよね。確かに。パワーカード積み合わせてみたいな感じで、どんどんこっちに動き気持ちいいからね、これは。なんだかんだね、毎回なんか強化されたりしてるし、2ターン目からずっとマストカウンター出すのめっちゃ面白いですからね、うん、確かに。連続テフェリー、オムナスって出してるのなんか何でも嫌だから攻撃すごいな。嫌だ。そう全知全能感あるよ、この時は、うん、確かにね。次、9位アミュレットタイトル。ああもうね、超好き。杉山大好きじゃん。俺大好き。あのね、ぐるぐるするデッキ結構好きだからね、ちょこちょこ使ってるんですよね、こういうデッキ。いややっぱ2キルできるから、なんだかんだすごい。そう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 。なんか強すぎて、友達に3キルされたって書いてる。友人に3キルされた時に、このデッキは本当はこんな速いんだなって感動したみたいな。まあ、今日ロングレンジもいけるのが面白い。そう、ロングレンジもできるし、普通に土地を伸ばしても強いし、ね、6枚出して金所耐えたらスキャストみたいなことできるし、やっぱこのデッキ土地増えることによってだんだん強くなるから、ね、なんか未来がある、ね、フルジョの物語が増えた時に強化されたし、動きがキモい、かっこ褒め言葉。まあ、キモいよね、でも動きは本当に。これ僕が一番最初出会った時はまだあの花盛りの夏があった時期だから。ああやばいね。3枚ね、セットランドできるというか、今まで3枚セットランドできるっていうソーサリーがあって、それがある時は本当にやばかった。あれで2キルできたもん。あれは2キルできますね。アミレットはやっぱ複数枚並んだ時がすごいっすよね。そうやばい、なんかがおかしくなる、うん、誘発が増えるんですよ。1位シーマです。あ、普通のシーマが8位です。あ、ウロコじゃない、普通のシーマです。これ昔からの根強い人気だね、やっぱ、うん、でもやっぱウロコシーマとシーマなんか俺も違うかなと思って、これも違う、俺も違うだと思う。でもそれでもランクインするからすごいなと思って。いや人気だな、やっぱ、うん、いややっぱアンティファクト、神話、ラベジャーとか、
とスタンダードの、ま、なんかさあの時の記憶あるじゃん。あそうだ、ね、圧倒的な支配力、うんうん、まあ、それがねなんかモダンで遊べるよってことで結構好きだった人も多いんじゃないかなっていう。結構神話オパもある時の思い出が結構たくさんあるから、うん、そう、あもうそろそろ解禁してもいいかな。うーん、いやーどうだろうね。まあ結構、ね、コメントにも、ね、ランタンが出るからちょっと嫌だな、まあ、コメントにもあるんですけど、 1、2度は MTG を離れていたのですが、ゴダンホライゾン2で新しい神話が収録されるということで復帰しました。1リターン目で手札を使い切れるほど分回れると楽しい。ウルズナの物語から出るトークはとんでものサイズになるのがたまらないですね。あ、いいねいいね。確かにウルズナの物語はすごくうまく伝えられるけどね。アメットタイタンはまあアメット持ってくるんだけど、うん、トークのサイズ自体はそこまで大きくならないけど、うん、神話はとんでもないサイズだから、ね、そうだね。ということで8時は神話でした。神話か、いいね。次7位カスケードクラッシュ。ああ、まあまあそうでしょうね。まあまあまあ現役のデッキって感じだね、うん、ハンマーよりこんなに人気あるんだ。なんでだろうね。そう、ハンマーとほぼ同じ時代な感じがするのよ。カスケードクラッシュ、うん、現スタンダードにおけるかなりフェアなデッキだから、そう、うん、ゲームを参加する感じがあるかな。あのズルしないちゃんと強い。そう知ってる、ズルしてるよ、ズルしてるよ。いやいやいや、3チャージに44体出てくるぐらいだったら44トラップだ。全然全然ズルしてるよ、全然ズルしてる。だからこれ投票した人もインチキ臭い動きがモダンらしくて好きです。インチキをしてるよ。そう、全然ズルしてるよ。やっぱ気持ちいいからっていうのが多いから、カスケードクラッシュはやっぱその3万の、ね、続賞からいきなり44トラップが2体出るみたいな。うん、確かにうまくデッキ作りました感はあるね。確かに、うん、なんかそのまま勝つしてるせいのねみたいな感じで捉えるんじゃなくて、442体っていう普通に真っ当に攻めていくんだけども、続賞に強いクリーチャーで戦うとラクドスあたりもそうなんですけども、そうじゃないんですよね。マナカーブに沿って相手より早くでかいのを出したいだけで踏み倒したいわけではない。あ、うん、6位ライブラリアン。うわっ、あこれ、違う違う、これハレッドよくない影響出てる。よくないよくないよくない、これ流行ってほしくないんだよこれは。これでもあのこの間トコナメで、あのライブラリーアウトの、うん、あそうです、赤地坊さんとあのお会いしたんですよ。赤地坊さんもエリア予選の権利持ってて出てて、うん、で、うん、いやもうこの間動画出させてもらってありがとうございます、うん、いやいやこちらを教えてもらってありがとうございます、いやあの動画のおかげで、うん、LO の人ですよねっていっぱい話しかけられるようになって、うん、で僕も LO 始めましたっていう人も何人もいて、うん、みんな友達が減りましたって言ってなんなんだよ本当に。やばい。どんどんコミュニティが濃くなっていってる。LO はね、まああとすごい別の軸、完全に別の軸のデッキっていうのもそうだね、うん、動き特殊すぎるから、うん、第5位、うん、モダン第5位はこちらマーホークです。あーこれもこれ本当にモダンで、ね、まあ、これモダンだね、モダンだね。いやこれもねやってしまったからね。いややっぱちょっとハリア動画影響あるんじゃない。いやでもあれ見て組みたいと思う人多いと思いますよ。でマーホークはでも元からね強い人気があってずっと使ってる人が多いなっていう印象で、今回さ劇場禁止になったからさ、マーホーク生き生きしてるよね。そうそうそう、あ確かにね、牛尾縛りみたいなカードもゲットしてるし、うん、まあ、マーホークやっぱ青らしからぬ脳筋だから、うん、どんどんロードっていうかサイズ上げるねクリーチャーどんどん並べていって買ったりするからね、そういうとこが好きだったりとか、そういう意見も多いですね。あの嘘を偽りなくロードしか出さないでいいですからね。タイミング次第、時期とかタイミング次第では。で第4位でこちらです、カウンター。ああまあそうですよね、ダクロね。まあ、これはでもなんかレガシーのデルバをモダンでもやりたいみたいな人が多い気がするなっていう、うん、そうだね、なんかモダンの初天保デッキでもあるかな、うん、なんかカンスペとか構えながらラグバンで得たマナーを天保にして、うんうん、カンスペを使うっていうのはいいよな、すごいね。もともとあれなんですね、UR デルバーみたいなのはデッキとしては存在するんだけど、うん、その時期によっては結構全然振るわなかったりとか、うん、カウンター自体が弱いからそのあんまりうまくできなかったから、これめっちゃいい、うん、まあ、いただいたコメントの中にはトップ操作など細かい動きが如実に勝敗に現れるのでうまさが必要なところが好きですよ。いや本当にそれ、うん、うまい人本当にうまいよ。デッキリストマウコピーしても別に勝てるわけでもない、うん、あとは大好きな対抗呪文が使えるから。対抗呪文はレガシーでは弱すぎるし、スタンダード強すぎるのでモダンに活躍の場があってとても嬉しい、うん、イラストはマスクス版一択。おいおいこういう感じしますね。いやこういった理由で結構好きな人確かに多いな。まあでもやっぱ好きなカード使いたいですからね。だね、日本人カウンター好きだよね。好きだ。青好きだな、やっぱ。さあ続いてモダンのトップ3なの ?3位クラシックチャンドです。クラシックジャンプ、ジャンプ3じゃなくて、はい、クラシックジャンプです。いやこれ本当に日本人っぽいな、クラシックな好みだ。ジャンドサーガとか、はい、ジャンドルールスとかではなく、うん、クラシックジャンドです。もうリリアナとタルムゴイフね。そう、チアニガミなれる。あそうだね、うん、すごい、いや長い間ずっと活躍してきたデッキだからね。いやそうなんだよ、ルールスが出る以前って感じですか、うん、ボブも入れる。
モモも入ってるじゃないですか。入ってる入ってる。ハンデスからのタルモ、ちなみに続召喚のベールのリエナと動きが気持ちよすぎる。わかるみたいなね。この本当にね、パワーカード叩きつけまくって勝つみたいな感じだね。僕もジャンドこそモダン最強できた。モダン、そういう人もいる。でも初めて見たモダンのデッキは確かジャンドでしたね、うん、いや、 やっぱそうね。いや、憧れあったんだよ俺も、うん、モダンやり始まった時やっぱジャンドかっこいいなって、うん、ベールのリリアのね、うまく使えるからとかね、カラフルかつソリッドなデッキ構造が魅力的、特に双子機のやつって武田さんがいた時でもジャンドやっぱ好きだったみたいな話がありますね、うん、そして第2位、モダン第2位いきましょう。歴代人気デッキモダン部門第2位はこちらです。バーンです。バーンか。影響出てる。いやっぱり、ね、最初からやっぱ好きな人多かったと思うよ。まあバーンはね、やっぱ根強い人気あるし、そうだね。その人、俺もなんかハレトークを思いついた時に一番最初に聞きたかったのがバーンだったんだよ。うん、まあやっぱそうだよね。だからいろんな宗教の人がいる。いや本当にそうです。やっぱバーン人気ですね。うん、まあこの間のモダンシーンでもね、うん、挑戦者になってたりしました。そうそうそう、そうだね。試合時間が早く終わってフリーな時間を確保できる。常に攻め続け、勝ち切る時も手札がギリギリ、スリル満点。うん、そうだよね。そこがやっぱ一番いいところでね、バーンって面白いところ。盤面のクリーチャーとか完全に無視できるところが面白いかな。うん、まあいいね。で今度その稲妻の螺旋がスタンダードにパイオニアにやってくるっていうところで、パイオニアもバーンできるかもしれない。できるかもしれない。聞いてたね。さあ、そして歴代人気デッキ、はい、モダン編第1位。こちらです。よっしゃー、いいねー、納得の、うん、いや、トロンも話聞きたいね、これね、うん、いやね、トロンやってないですね、むしろやってない、そう、そう、うん、このトロンが話したくて、うん、トロン出る、出たいね、うん、トロン大好き、スリーバートロンとか、そんな、スリーバートロンじゃない、そういう謎のなんか投票もあったりして、うん、まあ、ウラムグとカーンが好きだから、うん、そう、そのデカブス出すのはね、いいんだよな、うん、ダブマスのトロンの突入が好きだから、まあ、カーンが繋がる、繋ぐやつだね、はい、ウギンを使えるのはもちろん大量の中で滅多に出せない大型召喚といったド派手で貴重な体験ができるから、いいね、いいね、シンプルかつ骨太コンセプト、もうなんかいいね、パイシーがめちゃくちゃニコニコなの面白いな、強いの具現化って書いてる、素晴らしいです。まさにそれです、パワーです。こんな感じですね。いや、もうトロンはすごいね、もう最初からずっとあるし、こうやって考えるとトップ5ぐらいは結構根強い人気って感じですよね。あ、確かに、なんなら全あカウンターモンキーだけ最近か、だからね、UR のギミックって考えたら結構なんか、うん、そうだ、なんかいろんな変遷があってカウンターモンキーにたどり着いたっていう感じがあるかなっていう、うん、結構なんかクラシックジャンドバー緑トロンなんかもうかれこれ10年ぐらいのお付き合いな感じがする、うん、双子が今でも現役だったら4位のところに双子が入ってもなんか全然おかしくないな、うん、あれも結構クロックパーミッション的な動きじゃん。そうだね。ということでこんな感じの、いや素晴らしい素晴らしい、これはまだ終わってないですよ。次、パイオニアです。パイオニアもざっといきますか。はい、10位、まあ、20位まで集計してますけども、16位から20位、こちらです。16位、五色二分、17位、ラクトスサクリバス、18位、ムダハブキ、19位、クロタン、20位、魂ハギ。魂ハギいいね、魂ハギいいね、いいね、ポッと出てくるったりすんだよ、ね、あれ、ラクトスサクリファイスこんなに低いんだ。うん、まあ、でもガチデッキだけど、なんかあー、人気があんまない。もしかしたらこれ、ジャンドサクリファイスと分かれてる説あります。これは一緒にしたね、一緒にしました、はい、まあ、あ、でも今ラクト好きな人はやっぱりミッドレンジの方に行っちゃった。あ、確かに、まあ、そうなんですよ。なんか、まあ、結構ガチャガチャする動きはサクリファイス好きだけどね。うん、ゴシーリブとかは結構いろんな色使えるから、うん、そうだね、うん、まあ、まだ面白い。クロタンとムダハブキ分かれてて、ムダハブキはハーデス系で、クロタンはアグロの方、うん、ああ、だよね、あの、あれですね、1マナ2、1の方でグイグイ行く、今回、そういうのソフトが解禁されてからまた、うん、はい、まあ、じゃあ続いて11位から15位までこんな感じです。11位グルール機体、12位ボロスヒロイック、13位赤タン、10位ディミアローグ、15位青黒コントロールという。あれディミアローグってどう、ああ、あの、あ、ローグが早い、そう、ならず者、ね、結構ね、いろいろあるんだよ、ディミアローグも増えたんだよ。そうだよ、前にかの夜明けで結構ならず者が、うん、そうだよ、ならず者がいましたし、まあ、あれやっぱクロックパーミッション系の動きやっぱみんな大好きだよ、うん、簡単もできるからね。そうそうそう、ということで、まあ強くはないって言っちゃうとあれかもしれないけど、なんか、まあ、マウント取れた時のその全能感やっぱ、いや、そうなんで、相手無力、全部無力させるような、フラッシュタイミングのアクション多いですからね。グルーヴ機体の11位ってことなんですけど、まあ、これもなんかアコプターの参入で結構また、また人気上がってくるかなみたいな感じですね。さあ、続いて1位から10位を見ていきますか。パイオニア、全く予想つかない。ちなみにパイオニア好きな人は、聞くの聖司さんは僕は、まあ、結構イゼツフェニックスが好きですね。あ、いいですね、うん、かなりお世話になったのはミノータかな。お、俺は赤黒系なんだけど、うん、あれアメカニスの感じのやつが好きで、もうなくなったわ、ね、ローナコンボが一番好きなんですけど、あ、巻き添え食ったカナフェなくなって、ちょっと今回ね、うん、ローナコンボね、いっちゃうんですけど、はい、
トップ20入んなかったっすね。悲しい。まだまだね、ちょっとデッキしなさい、デッキでもあったし、デッキ、デッキ倒れてるけど、ウィノーとか入ってんのかな、うん、でもこれ、集計してる、これ、応募受け付けてた時って、まだ禁止されてないから、うん、緑田の新人とか絶対入ってます。でも俺、緑田新人大好きで、うん、じゃあ見ていきますか、はい、第10位インバータコンボ。インバータコンボ。これじゃあ、これはね、すげえあの、うん、分かる。あのパイオニア制定時の、うん、あの時はまだコンプグラブじゃないコンベーションもあるんですよ、うんうん。あの時のイベントでめちゃくちゃ多くて、うんうん、超増えてずっと覚えてるこれ。あれ結構しかも実力ちゃんと出るねコンボデッキなんですよ。うんでも俺インバータ買った後に1週間後禁止されたんだよ。わかる。いや本当1回も使ってなくて今はまだストレージの中に入ってるよ。あとこのデッキさ、モダンのかけらの双子を見出してる人結構いた。あ、そうだね。真実とクソエイソのでライバルよくあの全部なくして、で他社の新宅賞で勝つけ2枚コンボ、うん、そうだね。10位まであるんだ。あと困ったら66で投げ始めてもちょっと面白いです。あ、そうそうそう。あ、そうだね。意外とまだね、デッキひっくり返したらまだライバルにあるよ。そうさあ、9位いきますか。白炭人間。ああ割と最近の感じだね、うんうん、人間ゲッキも結構スタンダードから結構流れてくる人は、うん、そうですね、そうだね、うん、スタンダードでビートダウン好きだった人が、うん、そのままローテに伴ってパイオニアでもちょっとビートダウンやりたいな。いそうだね、もともとパイオニアのあるすべきなんだよ、うん、姿で。結構あと唯一このデッキだけ持ってる人が結構なんか投票してくれた感じある。やっぱ組みやすかった、スタンダードがそのまま組みやすかったって。構築済みデッキもあったよね、うん、そうそう、多分スタンのイベント、あのチャレンジャーデッキそのままちょっと、うんうん、ちょっといじるとパイオニアまで走れるみたいな、うん、そうだね、よかったっすね。圧倒的な横並びの速さとサイドボードの選択肢の多さが魅力的です。うん、ショックランドいらないですね。うん、そうだね。白くて速くて高度点三拍子揃ったお気に入りです、うん、白くてって三拍子入れていいのかなって感じの白炭人間が9位ですね、うん、いいね。8位スピリ。ああいいね、いいね、もうパイオニアっぽいっすね。いいね、俺も大好き。ちょっとまとめちゃいました。いろんな形があった、はい、バントとかあの青白い、うん、青単も込みってことね、うん、そうだね。まあ、このデッキはクロックパーミッション、なんかディミアローグとはまた違った、そうだね、だからそのクロックパーミッションの形っていう感じがしてね、うん、いい。ロードいるからね。ブロック部族デッキとクロックパーミッションが好きで両方とも当てはまるから使ってますよって人も結構ですし、パイオニアの純粋なクロックパーミッションなので好きだ、ね。まあ、やっぱりみんなクロックパーミッション好きなんですね。好きだよね、もちろん日本人好きだね、うん、呪文トライ好き。呪文トライ、俺もね、呪文トライが好きで、あなんかあんなインチキ感がいいよね。うん、打ち消してないんですよ、追放なんですよ。はい、じゃあ続いて7位機械な復元デッキ。ファイヤーズモップに入ってます、うんうん、そっか、はい、はい、そう。あ、なんかあの踏み倒しのインチキ感いいよな、機械な復元。いいね、いいね。力戦の束縛飛ばしてる時が一番なんか、ね、様子がおかしい感があって、うん、束縛を飛ばして裏切りの高速印が出てきた。そう、一応束縛が飛ばして一応束縛が戻ってきたカードを裏切りの高速印が持ってきた。あ、そう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 、まあ、ひどすぎるよ。そう、 あれいいねって、うん、あれ全然わけわかんなくて、うん、これあと出産の殻の影を追いかけられる。あー、確かにそんな感じするわ。確かにそうだ、確かにそうだ。シルバーバレット要素がある。続いて、うん、6位青白コントロール。あー、うん、今でも人気だね、いや、モダンとかさだともう青白コントロール結構厳しいじゃん。そう、もうコントロールできなくなる、うん、でもパイオニアはかなりさ強くて、まだね、テフェリーみんな好きかなって。うん、いや、そうなんだ。重たいプレインズウォーカー使えるのいいですよね、うん、パイオニア、モダンと違って結構5マナぐらいのプレインズウォーカーまでは許容してもらえる。そう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 、うん、しかもちゃんとね強いカードバンバン出してくれるからね、いいね。5万はテフェリーやホーローオーダーのようなずっしりしたカードをフルに使えるから。うん、その上でサメ台風や魂の仕切りで緩急がつけられるから、うん、ああいいね。サメ台風もさすごいカードだよね。その合図になんか可変のね、ね、クリーチャーが出てくるっていう。テフェリーの番号感いいね。勝ち筋がほとんど相手の投了という潔さ。やらしいよな。確かにそうだわ。勝たないんだもん、うんうん、これ多分嫌いなデッキ総選挙やっても上位ですよね、うん、かもしれない。あといいね、これ基本的に逆転勝ちになるため勝つ喜びが大きいから。うん、うん、コントロールやっぱそうだよね。うん、基本やっぱ攻められて攻められてそれをさばききった時のやっぱ爽快感あるよねって。じゃあトップ5見ていきますか。はい、第5位でラクドスミッドレンジです。ああ、そうなんですよね、王者からな。もうなんかずーっともうティア1。そうね、長かったね。逆に5位なんですねって感じ。うん、うん、もっと人気でも良さそうなのに。まあ、結構競技勢が大好きだなっていうイメージが、まあ、思い入れで言うとそんなにないのかな。対応力の高さが好き、ビジュアル効果ともに好きなカードが多くある上強かった、うん、カスタマイズにも高く使っていて面白い。確かにこれ結構ね守備出るんだよね。そうだね、構築に、うん、代わり種を使うか使わないかとか、自分でちょっとどっちに寄せるのができるから、ショールドウッド何枚にするかとか、ハンデス何枚にするかとかさ、うん、そういったその守備とかカスタマイズでは確かに高いな。みんなミッドレンジデッキ好きだな、なんだかんだ、うん、これパイオニアのジャンドだよ、うん、どの相手に対しても柔軟に戦える。
だから調整やプレイングで差を感じやすい。やっぱ実力を、自分の実力を証明したいっていう人がやっぱり楽しみ取る時代ですよねっていう感じがします。続いて第4位でロータスコンボです。これはなんかパイオニアならではのコンボって感じ、うんうん、そうだね、強いしね、ちゃんとパイオニアで一人回しても楽しめるためわかる、俺それ一番大事だと思う。その人はレガシー好きな敵アウントだっけそうだ、この人は、うん、あのレガシーはティムルデルバー選んだ。全然違うじゃん、パイオ性がチャレンジャーデッキで出たのも大きいですね。ああ、そう、本当にそうね、すごい簡単に始められるようになった。チャレンジャーデッキで勝手を抑えになってきますという人だったりとか、デッキが特殊で勝ち方が同コンバットの他のデッキと全く違うところという、しかしパイオニアの中でも独特すぎる勝ち方ですよね、ロータスコンボ。続いて第3位、こちらです。ミドタン神事。ああ、来たね、ここで、はい、いいね、いいね。ミドタン神事も相当キモい。ミドタン神事もパイオニア最初期から存在してたからね、うん、最初はね、ミドリクセンが入って陸戦とかでね、ゴリゴリやってくんだけど、工場の陸戦ね。そう、ミドタンって言ったらさ、やっぱドーンとクリーチャーをいっぱい出して、うん、なんかそのサイズで押し切るって感じだけど、ミドタン神事に至ってはカーンとか小細工を使ってサイドベールとかね、まあサイズで押し切るときもなんかそのでっかいマナからリバウンド騎兵とか、うん、まあ、44のトロール、ロージュリンのトロールとか出してサイズで押し切ることもあるんだけど、なんかなぜか対応力があるっていうのが面白い。なんか緑のデッキなのにウィッシュボードを使うっていうのがすごく変わってますよね。うん、まあ、いいね。しかもクリーチャー絡みの一緒じゃないですから、ね、うん、全部ちゃいますから、ね、まあこれ投票したい人の意見としては、スタンダード時代のミドタン神事は環境が不遇すぎて実力を発揮できなかったが、パイオニアでは大暴れできるから。うん、うん、そうですね、スタンダード時代ではそうだね、なんか黒タン神事、黒タンと青タンみたいなと、あと、まあ一応ボーギスの強神事だから赤タンか、まあちょっとあったねっていう感じだったけども、そうだ、ミドタン神事弱かったね、うん、ランプ系の時はちょっとあったけど、うん、そうですね、緑はランプでした。新人ではないなみたいな感じなんだけど、うん、まあ、パイオニアでは大暴れしたと。まあ、カーン禁止になっちゃいましたけど、どうなるんですかね、うん、ちゃんと殴り始めますからね、みんなの思い出は残ってるぜっつってさあ、1位と2位、あれ1位と2位、いやもうこうなったらあれは絶対入ります。それなんか一気に見ちゃう。ああ、なるほどなるほど。1位と2位、はい、こちらです。おお、2位パルヘリオンシュート、1位イゼットフェニックス。まあやっぱりね、はい、パルヘリオンシュート好きな人多いんだねっていう、ね、イゼットフェニックスなんですけど、もうこれ圧倒的、まあ当然圧倒だね。票数でいうとイゼットフェニックスが96票、倍じゃん。パルヘリオンシュート43票、すごい、倍です。倍じゃん。イゼットフェニックスも圧倒的な1位だった。うん、すごい面白かった。まあやっぱクルーズ打ちてよな。いや、フェニックスの動きもね、かっこよくてね、たまんないでしょ。パルヘリオンはパルヘリオンが強いみたいな話になったタイミングで、ちょうど僕強いかもみたいな話になった時に、あのちょうど神ケツかなんか出てて、であのトップ8まで行って、あの現スタン、現パイオニア神にあのパルヘリオン使われて、ほんとにすげえって倒されました。だからその投票した人のコメント、実はコンボ、アグロ、ハンデス、バーン、何でもできる。バーン、まあまあ死ぬ、まあ、パルヘリオン投げることをバーンするんだったら、ね、まあ、バーンかもしれない。バーンだね。だからウィザーブルームの命令でドレイするみたいな。ああ3ターン目に13点の打点を用意できるのがとてもロマンがあります。いや、いいね。そうだ、あとパルヘリオン投げられなくても猫戦車、マエシカの戦車とか盤面も強化できる別ルートがあるのも頼もしいデッキですよ。いや本当にそう、一辺倒じゃないもんね、そこがいいよ、面白い。対してイゼットフェニックスの意見を見てみますか。ジェットフェニックス、やっぱ宝船の巡航を真っ当に最も強く使えるから、ね、やっぱそのパイオニア禁止回転のたびに、うん、そのイゼットが強い時期だと、うん、イゼットの中から何か禁止カードを出そうと思うんですけど、うん、クルーズだけは絶対に禁止したくないっていう意思を感じるんですよね。表現の反復が禁止だ。そうそう、でちょっとね、認知が歪んでる人がいて、うん、ここのフェニックスはデルバーだから、そう、いやじゃあ、違う、3点クロック、まあ、3ターン目ぐらいに3点の打点が出るっていうのはなんか確かにデルバーのひっくり返るの平均率からは近いかもしれないけど、小細工しなかった時にひっくり返る確率的にはまあそんなもんかみたいな。この人の話ちょっと深く聞きたい気もするよね。あとはマジックにしばらく離れていた時期でしたが、ここのフェニックスを見た時にビビッときてスタンも復活と、その後パイオニアでも使うようになりました。あ、いいねいいねいいね。やっぱスタンも結構強かったし、そのままでパイオニア持ってきたって人も多かったかな。スタンの思い出、このデッキは結構スタンの思い出も強そうそう。環境が変わってもフェニックスは参るから、おお、いいですね。だから別の巡航が使えるみたいな人結構多い、まあ、やっぱみんなアンリコ打ちたいよな、たくさんドローできるからと、うん、いうことで、パイオニアこれなんか予想できたかもしれないけど、1位はイゼットフェニックス。まあでもね、ここからも無難で、はい、ここからなんとですね、歴代人気人気デッキスタンダード部門
11位から30位。30位。あ、歴代ってことは今まで全部と。全部です、今まで全部。スタンダード、スタンダード、スタンダード。1位なんだと思いますか？カーブレード。カーブレード。おお、あ、でもどうだろう。あ、カーブレードは神話はちょっと悩むね。そうそう、電気鉄頭蓋骨締め神話もまあ結構捨てがたい。うん、僕シミックフードですね。おお、まあ、ちなみに荒々木とかのジャンドも好き。あれまっとうにすごい強い。あ、そう、俺もジャンドがいいね。使っただけ一番好きなのは俺シディシップなんだけど。はい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 。僕もこれ投票したんですけど、僕はボロスサイクリングにしました。俺はスタンダード機一番やってた時期だから、カウブレードか、うん、青白デルバー。あー、デルバー号デルバー号、青白デルバー。あ、やっぱアリアル時期のジャンドだな。あー、ジャンドもいいよね。あれはやっぱ思い出深い。高原の彼達人とか使った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 。あとリリアベールリアナとかって、うん、いや、やっぱあれがいいね。30周年対戦でジャンド戦いましたけど、本当にこれスタンダードにあったのか。カードがね、うん、コンマンク多いんだよね、メッキ。あ、そう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 、うん、結構実は安かったっていう、うん、ということで見ていきますか、はい、今回は30位から21位まで、まあ、21位から30位まで見ていきたいと思います、はい、てん。おー、リビリオン、マシンヘッド、ヘイトレッド、赤茶タン、パララックス補充、ネクロディスク、ティムレエネルギー、ボロスフェザー、ダークジェスカイ、ジェスカ変容。ダークジェスカイが入ってるところがいい。ジェスカイじゃないところがいい。知ってます、ダークジェスカイ。知らないです。あ、知らない。あ、見せてあげてください。はい、これダークジェスカイというのはですね、はい、あのタルキール機はですね、タル使えたブロックがタルキールとその隣にあるゼンティガーライジング、うん、戦乱のゼンティガーブロックが使えたんですけど、うん、タルキールブロックの時にフェッチランドが収録されました、はい、その後にあのバトルランドっていうランドが出てくるんですよ、はいはいはい、なんでどこもかしこもこの辺のデッキはあのフェッチランドからバトルランドを持ってきて、あの大量の色をタッチするっていうのがめちゃくちゃ流行ってて、まあ、一番有名なのはダークジェスカイ。ダークジェスカイ。あの、黒いですね。他にもなんかアブザンブルーとか、そう、なんかダークティムールドラゴンとかもとにかくやばいいろんな名前のデッキがあったんだけど、アブザンレッド、アブザンレッド。あ、いいね。そう、そう、その3色のタルキールの部族の部族に加えて何か1色タッチするっていう。そうそうそう。けどさ、マルズグリーンって呼んでる人とアブザングアルゼングリーンって何だろうみたいな。アブザングリーン入ってんだろ。あと別にダークティブルドラゴンとダークティブルに違いはないからね。これダークジェスカイも結構派閥があって、うん、ジェスカイブラックの人いた。ジェスカイブラック、ジェスカイブラックも俺はダークジェスカイ呼んでた。俺はダークジェスカイの方がまとめたんだけど、うん。あ、でもネクロディスクと赤ちゃん団から見たら、あの、なんか古いね、渋いわ。すごい、スタンダードと思えないか。中学の人たちが、20年前やマジか、そんな人たちもちゃんと、うん、投票してくれてるって言われし、うん、マシンヘッドすごいね。いいね、マシンヘッド。マシンヘッドはいいよ。いや、これ好きな人も、いや、だからそのインベージョン機をやってた人はやっぱマシンヘッドすごく思い出があるんじゃないかな、うんうん。マシンヘッド面白かったですね。続いて、これもいっちゃいますか、11位から20位ぐらい、はい。こんな感じです。クロタンシンチ、激動再稼働、シミックフード、アウクロフィア、アブザーグロ、イゼットフェニックス、ユータンストンピー、カッコウルザスカラバスクス、アガタイナグロ、エルドイの冒険、スルタイコンモンゲリ、ドラゴンストームという。あ、いいね、ね、もうこの位置もめちゃくちゃいいね。もうすでにめちゃくちゃいい。アカタンアグロ、カッコエルドレインの王権で、ね、これ、ね、めちゃくちゃあったんだ。エンパレスソード使いたい。そうだね。多分トーブラウンエンパレスしたい人。いや、いいね。なんかこの辺はすごくアリーナ勢がめちゃくちゃ多くて、アリーナ勢の票めちゃくちゃ感じた、はいはい、うん、結構パイオニアのイゼットフェニックスとイゼットフェニックスはなんか一緒に引っ張られてるって感じで繋がってる感じがありますね。アブザンアグロいいね。そう、アブザンアグロちゃんとアブザングロでいい。いや、アブザンとアオクロフェアリーとあとクロタン新人、もうまさにちょっとその時代の感じがする、うん、これドラゴンストーン入ってくるの俺すごく好きだ。あ、そう、ドラゴンストーン、あー、いいね。シミックフード意外と低かったですね、うん、30周年対戦だとあれ、うん、見たい人が多くて、うん、触ったことある人が少ないんじゃない。あー、あーまり、ね、結構その活躍期間がすごい短かった。そうだね、禁止くらったりとか、まあ、思い入れで言うとそんなにない、ね、再稼働ちょっと12位が俺普通に低いね。もっと上かなって俺も再稼働もうちょっとトップ10入らないとちょっとショックだわ。面白い、スルタイコンポン原理、これもやっぱアリーナ勢だなって。あー、そうだね。青黒フィアリーもちょっとアンちゃんの思い出、アンちゃんの思い出だ。そう、グランプリアンちゃんの思い出。結構その時やってた人の数っていうのも左右されるかもしれない。確かに、うん、あとハレリアを見てるかどうかっていうのは、うん、まあ、もちろんちょっとシーンあるかもしれないんですけど、歴代10位、じゃあいっちゃいますか、うん、トップ10。はい、トップ10、トップ10ね。カウブレード入ってるんでしょうか。いや、さすがに入ってるでしょ、うん、カウブレード。歴代人気デッキスタンダード部門第10位こちらです。ディニアローグ。うわー、意外だね。いや、でもこれもね、アリーナ勢かな。でもよく戦いましたよ、これは。でも確かにすごいよく見た。あと安くて強くて組める、うん、それもちょっと魅力だな。一旦目カニ、はい、あと盗賊ギルドの処罰者。そうそうそう。で、あの、まあ、落とし始めてあの黒草落ちるとうってなるやつ。あってなるやつ。めんどくさい。僕そのディミアローグがいた頃はボロスサイクリングだったんで、メインは取れるんですけど、サイドがマジきつくて、上手の最高トラウマ。そう、じゃあ先行じゃなくて、なんでか、あの、延長の先行が取らねえみたいな。そう、ランタンで墓地伝わって
ってきたりとか。あー、そうか、落ちたり引くもんね、モロスタイク。いや、ローグはかなり苦手でしたね。そうだよ、アリーナ勢よく見てくれてるんだなって。いや、本当にそうだよ、うん、あ、いいね、いいね。それマジック新規ユーザーが増えてる、うん、ちゃんと増えてるみたいな、うん、めちゃくちゃいい。おじ、なんかさ、俺最初さ、マジでおじ投票になるかと思ってあ、わかった。旧枠デッキめっちゃランクインしますみたいな、うん、なんかと思ったけど、ちゃんとこういったね、新規デッキも入ってくるっていうのが面白いですね。続いて第9位、こちらです。青タンク、これどこやつ、これはどっちかな、最近それドミナリヤッキーです。あ、全盛期、全盛期プロツアーで勝った時、そう、ミシックチャンピオンシップでも優勝したタイプ、青タンゴミと言われたやつ。あれはテンペスト陣を使うやつ。名前がひどすぎる。モノブルートラッシュと呼ばれていた。ゴミで検索すんだよ。実際に使ったことないけど、初めて聞いた時に一番衝撃的だった。そう、いや、そうなんだよね。プロが作って、プロが呼んでんじゃねえかなって。一まだ一ブロックされないに、うん、エンチャントつけて、殴って、執着的探訪つけて殴って、呪文トライとか、呪文貫きとかでどうにかこうにかサポートするやつ。いや、そう、執着的探訪つけてる、一ブロックできないを守り切った時すげえ楽しいよね。いや、そうなんだよ。実はこのデッキスタンでなんか勝とうと思ったよね。繊細なんだよこのデッキ。あ、めっちゃ難しい。そう安いから、うん、そうスタンなんか初心者におすすめではあるんだが、おすすめではないみたいな感じ。いや、難しいんだよ、勝てない。本当に NTG アリーナで一番使っていたから、ジンのパワーが上がっていく感じも楽しいっていう。あ、そう、これもうアリーナ黎明期でみんな使ってる域でもあるんだよね。そうね、これやっぱね、その大臣が言ってみて安かったから、そのね、その見る頻度すごい多かった。いや、そうそう、大会出てもいるしみたいな。でも2ターン目飛行クリーチャー、2ターン目執着的担保、気持ちよすぎだろ。いや、本当にそうなんだよね。初めて店舗大会で 3-0 できた思い出のデッキです。あ、これはいい、めちゃくちゃいい、大事な思い出の。安くて強くて難しい MTG の面白さが詰まったとってもいいデッキで、だからすげえ分かるなっていう。そう、やっぱ来るかなと思ったんだよな、青タンは。あ、続いて8位、こちらです。青緑マットです。はい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 、野生の雑種犬とかね、あー、はいはい、意外とおじいたちもまだ力がちゃんとおじいちゃんたちおじいちゃんたち力あるね。いや、やっぱさ、安いデッキ人気だね。そのローグデッキも安いし、ね、うん、青タンテープも安いし、青緑マットでさ、でも中学生、当時中学生だった子供とかが、うん、まあ、高いデッキ買えないからこれ組んでたみたいな話よく聞くんだよね。そう、でも安くて強いからね、うん、戦える。手札が捨てることがメリットになったり、不可思議で大きなワームを飛行を持たせて戦うのが気持ちいい。あ、いいね、いいね、いいね。これも結構根強い人気ですね、うん、なんかミドルスルーが出てくる時はめちゃくちゃ噛んだわ、うん、これが組みたくてやりたい人間多かったから、ね、うん、やっぱいいね、うん、ミドルスクールは結構これと再加速やりたい。いや、そうそうそう、めっちゃいっぱいいたね、うん、あ、これいいな。当時地元のチームに入りたかったが実力が足りないと言われ、うん、大きめの大会で決勝でそのチームのナンバー2とマッチアップ、勝てばチームに入れる状況をもらい結果勝利、同時に大会初優勝。その時に、経験したプレッシャーに打ち勝つマインド、状況把握と視野の広さ、楽しさを楽しむ余裕さは大人になった今でも仕事に生かされています。いいエピソード、いいね、いい話。うん、ということで、青水マットですって人が成長するすごい。これは、いや、これはすごい、なんか心に残るんで、うん、聞いててもすごくなんかその情景が目に浮かぶ、うん、いいね、コメントありがとうございます。続いて第7位いきましょう。第7位こちらです。おー、モロスタイクリック、いいね。やっぱこの辺はそうそう、安くて長く見えるのがいいんだよね。いや、懐かしい。え、懐かしいと別にそんな昔じゃないよ。いや、でもその僕だってマジ始めたのはイコリアぐらいだったんで、うん、一手さん、これどういうデッキなんですか。これはですね、そのイコリアの当時1万でサイクリングするカードがいっぱいあったんですが、1万の白のクリーチャーでサイクリングするたびにサイズが1ずつ上がっていくっていうキツネがいたりとか、あとは、まあ、必殺技としては赤白4マナのインスタント、天頂の閃光が墓地にあるサイクリングを持つカード1枚につき1点ダメージをどっかへ飛ばせるってやつで、まあ、キツネで殴って相手のライフ削りつつ最後にそれで10点ぐらい押し込んで勝つみたいな、うんうん、まあ、結構ね、うん、その投票してくれた人の中にはシンプルながら構えるか押すかの駆け引きがある、必殺技である天頂閃光は最高、うん、基本的にマジでコモンワンコなんだよね。これもそう、多分僕です。あんたのコメントとか、はい、ちなみにアリーナでその時あんまスタンダードやってないけど、うん、でもスタンダードためになんかイベントあるんじゃないですか、うん、このデッキマジでコストゼロで組めるんで素晴らしい。助かります。リミテッドでも猛威を振るった秋タイプで使用感がリミテッドとほとんど変わらず遊べたから、うん、あ、そう、それいいね、いいね、それいいね。リミテッドからそのまま構築に行けるっていうのはすごくいいね。僕、ハレルヤのイベントで初めて 3-0 したのがボロスサイクリングでしたね、うん、あ、思い出、いい、思い出もあります。ボロスサイクリング、俺がアルバイトの時にたくさん作ったデッキのうちの一つかもしれない、うん、多分そのうちの一個はデッキ販売で、そのうちの一個多分僕が買った。買って始めた。何このデッキ安いと。当時、ボロスの意味が分かんなくて、ボロスって名前のコアとデッキ売ってないけどな。ネットで調べて、ボロスって調べても、あ、なんか出てくるけど、え、で
もやっぱここに書いてあるカード入ってないけどな。あでも本当に前がちょっとでかわいいです。俺多分めっちゃかわいい。今でも値段覚えてるけどさ、6000円ぐらいやったよ。そうそうそう。あのね、めっちゃ安かった。聖なる鋳造所しかないんだよ。確かにそうだね。いい話だ。じゃあ続いて第6位。電撃神話です。早いね。電撃神話で、やっぱ当時も、まあ、思い出ですよね、多分ね、うん。これで始めた人とこれで辞めた人がいるという。うん、デッキヤバデッキだ。世界選手権でさ、電撃神話のデッキあるんだけどさ、うん、サイドが全部電撃神話向けのカードばっかで、ね。あ、そう、あの金枠のカードいっぱいデッキあるんですけど、うん、あの神話以外のデッキの人たちみんな見るとメインボードもサイドボードも神話に対して強いカードしか入ってない。うん、いやさ、30周年やっててさ、はい、サイドボード一回もせずに終わったから。いやもうすごい。このままの方が強いって言われて。うんだってそんぐらいもうトカリに尖っていた、うん、環境が尖ってましたね。無謀な電子ナジーとスピード、あと単純にデッキ名がかっこいい、うんうんうんね、電結シーワーってさ、そのロボ感っていう、うんうん、エレクトリニックな感じだったり、あとは超高速アグロでありながら頭蓋骨締めによる圧倒的なリカバリー力、爆兵派や大霊道の信奉者によるライフルーズと非常に多角的な攻撃パターンを持っており、うん、3ターンでライフを畳める高速展開ができるのも魅力ですという、まあ、本当にこれは電結シーワーイメージそのままだよね。しかも電結神話でさ、中国の名前が人気共鳴なんだよ。人気共鳴、そう、それもね、なんか同じニュアンスでかっこよくて人気なんだよね。共鳴という、まあ、神話、ニコイ神話というキーワード能力、うんうん、あ、共鳴？共鳴で、人気がなんか、まあ、アンティファクト、アンティファクトは、うん、中国の書き方、そう、人気共鳴、アンティファクトが共に鳴らすって感じ、共鳴、そうそうそう、それがね、人気なんだよ。シナジーめっちゃ感じる名前からも、うん、さあ、トップ5。いや、なんでしょうね。トップ5、まあ、カオブレイドは絶対入ってるでしょ。カーブレード以外ジャンド入るかな。ジャンドとか、うん、ジャンドはあるでしょ。さあ見ていきますか、うん、第5位ピットサイクル。ピットサイクル、これは急に確かに、まあ、まあ確かにね。これはあのあれですね、多分あのビキも多分若干ピットサイクルスベソレでしか見たことないですけど、まあ、結構このカードデッキもやっぱ、うん、初代なんか日本人のシャドウノさんが作ったデッキで作ったデッキで、なんかすごい美しい、なんか日本なんかあのマジック史上最も美しいデッキと、あのウィキに書いてある、そうそう、美しいコンボデッキ、へーって思うよね、あれ見ると、うん、なんか MTG 駅を、なんかマジック楽しまれて、やっぱ MTG 駅を見るじゃん、うん、その時でも、とっても魅力的な記事なんだよ、そのコンボが、うん、だからそこでそれを覚えてるって人が多いかも。当時ここまでオールインってコンボを決めに行くデッキも珍しくて、さらにバカラポチ、ライブラリーカラパ、ライフを手札に、手札をマナに、マナカードレイ、得たからライフドロー、足りないライフをパーマネント生き念に調達、最後に墓地から再利用するみたいな、うん、でそういう流れが、まあ、一旦の間に行われるっていうのは芸術と言ってもいい素晴らしいデッキですということで、いやでも本当になんかレガシーみたいなデッキだもんね、あれ、うん、そう、みんななんか美しいからのが、ね、うん、多いんだよね。全てを注ぎ込むコンボの潔さと美しさ、このデッキすごいところ、コンボの流れを見てると本当にちょうど足りるぐらいなんですよね、うん、そうそうそう、だからさ4点ドレインをさ使って勝つじゃん、うん、で4点ドレインが4枚しかないから、そう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 、あの16点しか削れないじゃんっていうところを、例えば用具もその石でもう1回再利用して20点削るみたいな動きをしたりとか、発想が天才的で美しい、なおかつスタンダードのカードプールでこれまで独創的な出来が確立可能という点が MTG の奥深さを表していてとても良い、うん、続いて第4位イゼットドラゴンです。あ、意外と、これめちゃくちゃ意外だった、これある意外だね、典型とか、うん、典型、あ、そう、あ、まあ、強いんじゃ強いんだけど、そんな人気あるんだ、まあ、やっぱアンちゃんがこれ使って優勝したっていうのも、ね、印象深いかもしれないですね。ただやっぱアリーナ強いから、ね、強かったし、うん、アリーナの人気はでも本当になんか分かったなっていうのが、このイゼットドラゴンの表で分かるな、うんうん、日本人が優勝するって聞くと、なんか自分もワンチャンプロプレイヤーとかなれるのかもみたいな憧れもちょっと感じますよね。近しい感じがする、うん、そう、主人公感があるって書いてるから、ね、うん、いいね。自分が始めた時期に大暴れしていたデッキでしたが、世界大会で高橋選手が使って優勝するストーリーまで含め主人公感があって好きです。当時の、ね、世界選手権ではアンちゃんがね結構早めにね0人しちゃったのかな、0戦か0戦したのか、初日全敗とか0戦だったから、うん、でそこからスタンダード全勝して、うん、決勝ラウンド残って優勝するっていう早上がるストーリーとか、うんうん、あとアンちゃんのさ、そのトップ8が決まった瞬間の叫びとかさ、うん、めちゃくちゃ俺もらい泣きしそうになったぐらいあそこ名シーンだなって思うし、うん、それに付随してやっぱイゼットドラゴン強いって思うのかな、それはいいね。続いてトップ3、はい、行きましょうか。第3位ファイヤーズです。うわファイヤーズ、それはどのファイヤーズですかね。ファイヤーズはどっち、ヤギマヤの日です。ああ、じゃあいいよ。何何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 何
夜明けの日っていうね、まあ、その全体に速攻を与えるっていうか、ね、ブラストドラムがいなんか一旦入ってなんか青春で書いてるわ、うん、まあ確かにこれもやっぱインベージョンブロック機能、うんうん、インベージョンブロックは日本で間違いに大人気の時期だったね、うん、そうだね、その時なんか思い出が多いんだね、結構うちの働いてる人も旧枠プレイヤーとか大体みんなインベージョンとかマスクスインベージョンとかインベージョンオンスロインベージョンからオデッセイブロックとか、うん、多いよね、赤緑だけどガンガン攻めればいいというデッキではないところ、ファイヤーズインベージョン機だね、いいね、初めてスタンダードのデッキリストを見たのがファイヤーズで、速攻を得たブラストダムの強さが好きでした、うん、あと一番ボコボコにされたデッキですブラストダームが好きです、好きなのでっていう人が結構いるね、いやほんと渋くていいね、うん、なんかその闇割の日もブラストダームもカヤネスの株もレアじゃなくて、全部アンコモンとコモンとアンコモンが輝いて、レア以上はさらなる押し込みとサポートが中心っていうので、だからコモンアンコモンが主人公っていうところが好きっていう人がいいね、マナカウとレアリティの散らしたカードが非常に美しいビルドダウンデッキ、色を足す拡張性の高さも評価したいということで、これもね、あのダークファイヤーズと呼ばれる謎の存在がいたりノーファイヤーズってノーファイヤーズもいっぱいいたりとかでということで、ワンツーですね、はい、はい、なんだろうな、まあでも2位から見ていこうかな、これは、はい、歴代人気デッキスタンダード部門第2位カウブレイヤーズ、2位ちゃんと入ってくれるんですね、カウブレイヤーズ入ってくれました、入ってくれるんですね、ちゃんとさすがにカウブレイヤーズは思い出に残るんでしょう、当時やってた人はみんな暴落したの、なんか俺もね、この時に始めたんだよね、スタンダード、うん、でやっぱスタンダード最強デッキといったらこれみたいな、そうですね、禁止カードめっちゃ久しぶりに出て、それもあってなんかすごく話題になったなっていう、その両方が入ってましたね、デッキね、でこれの、まあ、コメントとしては、高校生の頃パックから紙ジェイスが出て嬉しすぎてパーツを必死集めて作った思い出、そして完成度の高さ、安定感回してて気持ちのいいデッキです、あ、いいねいいね、あのみんなジェイスに思い出あるね、やっぱジェイス石川ちゃんあたりに思い出が多いと、やっぱセンター高をさで、さ、坂をサーチしてきてジェイスで戻してフェッチなどでさ切るっていう動き、うん、でもなんかレガシーっぽくて、それもなんかすごい、あれこれがスタンドでできてしまっていいのかって、美しい神ジェイスの活躍がやっぱすごい、当時本当にこの駅様子おかしかったっすからね、なんか帝王とか入ってたマジでモダンで、割と最近ようやくモダンで使えるようになったよ、あと別にスタンダードの軽あの色増えて赤とか入ってたら普通にスタンダードとは思えないが稲妻打ってくるし、まあそうだね、当時マジックやっていた時そのデッキの動きに感動した、確かに強いカードがてんこ盛りだが、それらを組み合わせた美しさに心を奪われた、なんかさ全部が全部強いカードで入ってるわけじゃないんだよ、いやそうだね、なんか弱いカードもしっかりあるんだけど、その辺のシナジーでカバーしているっていうところが、いや素晴らしい、特に戦隊の高とかパッと見そば強くないですか、うん、ということで2位はカウブレードということなんですけど、うん、1位は何なんだろう、歴代人気デッキのスタンダード部門第1位なんでしょう、なんでしょう、最近のデッキじゃなさそう、そうだね、最近のデッキでなんか印象深いのも結構出てる感じ、ってるな、カウブレードより有名です、なんかスタンダードのデッキとかって俺思い浮かばないですよ、普通に、なんだ、じゃあ行きますか、はい、歴代人気デッキスタンダード部門第1位、第1位こちらです、あーなるほどね、やっぱね、うん、はい、モマはもう伝説だね、やっぱそうだよね、これやってる人もやってない人も知ってますから、うん、そういやなんかよくわかんないけどモマってデッキがやばいんだろうみたいな、モマの冬って言葉だけ知ってるぞみたいな、なんなら別に多分マジックやってない人も知ってる可能性もある、あ、マジックをした時いろいろ調べた時に、うん、結構序盤でたどり着く、うん、ああそうですね、なんかそのマジックの最強デッキを探した時に見つかる一つの答えみたいな、うん、なんかモマだよね、青の悪いとこしか出てないデッキ多分一徹さん当時やったらこれ使ったんじゃないですか、当時高いんじゃないの、結構好きそうですけどね、悪魔の高さと対戦した時の衝撃を忘れられない、ちゃんと当時対戦した人もいるんだね、あ、いいね、マジックに興味を持つきっかけとなったデッキです、初めて知った時はこんなことも可能なのかと驚きました、まあ確かに、まあ、そう俺もね別に対戦したことがないとか触ったことも全然その動画でしかないんだけども、すごっ1キルできるっていうスタンダードで1キルできるんだって、今まで俺らが触っていたマジックってじゃあ全然違うもんだろう、やっぱそうだね、全然違かったんだみたいな、違う、うん、そういうのが面白いよね、今も禁止カードが出て禁止カード出すウィザーズクソだなみたいな話あるんだけど、うん、過去の禁止カードの話を聞くとめちゃくちゃおもろいやん、いやこれはねやっぱダメなんだよねそれがなんか他人事でいられる禁止カード、うん、面白いですからね、うんすごいね、当時でやってきた、本当はすごいね、発表的だった、スタンダード結構票が分かれたんだけど、うん、カブレードが27票に対しモマ56票、すごい、ね、倍差をつけてしまった、やっぱそうだわ、すごいなでは歴代人気デッキスタンダードの第1位はモマっていうこと、うん、回したことないだろいやでも本当にないでしょ今さ、別にデッキ組もうとしてたら高いんだよ金かかるだってアカデミー4ですか、そう、ただ衝撃的なのはね、実際に触れてなくても衝撃的っていうところが、うん、このデッキのすごい魅力なのかなと、
まあ、ね、スベソレでもモンマ出てくるんですけど、めちゃめちゃかっこいいですからね。まあ、大魔王みたいな立ち位置でもあるから、ね、ということでね、歴代人気デッキ見てきましたけど、結構面白かったな。面白かったですね。投票してくれた皆さん、ありがとうございます。ありがとうございました。次回、はい、カード編です。あ、好きなカード、好きなカー カード。いや、わかんねー。フォーマット分けない、カードだけ、カード、わー、もうどれでもいいから好きなカード1枚あげてくれと皆様にはお伝えしております、うん、果たしてマジックで一番人気のカード何なのかと、うん、いや、分かれそう。まあ、デッキ編見ていきましたけど、ね、カードで実際どうなってしまうのかっていうのが、うん、確かにね、気になる方はぜひね、チャンネル登録をしてお待ちください。今回は以上になります。うん、トロピー、お疲れでした。ハレルヤメディアの一徹でした。ハレルヤの杉でした。大丈夫でした。また次回、バイバイ。今日の負けはこちら。最後までご視聴いただきありがとうございます。よろしければチャンネルの登録、そして高評価よろしくお願いいたします。またマジックのカードをご購入の際は概要欄のリンクからハレルヤをぜひご利用ください。それでは次回の動画でお会いしましょう。